山田睦美の長崎物知り手帳。増資。増資という本がある。長崎県立図書館増の増のことを記した本である。増が我が国に初めて渡来したのは応永15年足利義持の時代、次に天正3年1575年織田信長の時代、その次第3回目に渡来した象は享保13年1728年6月7日徳川吉宗の時代。安南国ベトナム産のオスメス2頭が当選によって長崎に迫採された。これを陸揚げするのに大鳩から海中へ長い仮橋を作り当船を横付けた。仮橋には土を置き、象の通り道だけ開けて土手のように土を盛り上げ、一頭宛てに象使いが付き添い慎重に上陸させた。こうして象はひとまず当人屋敷の中に収容された。象氏によればこのうちの一頭は菓子を与えすぎたために象の舌の上に出来物ができ、象使いが八方手を尽くしたがこの出来物は治らなかった。その時長崎の豪胆な町人が象の口に手を差し入れ舌の出来物を洗ってやった。象はいささか苦痛和らぎ元気を取り戻したかに見えたが、結局はほどなく死亡した。後に残った七歳象は江戸の将軍へ献上のため享保14年1729年3月16日長崎を出発した。献上物とあって道中は取り締まり厳しく、街道の小石を取り除き橋を架け替えむしろを敷いたり、犬猫を出さぬように触れ回るやら要所に水桶を置くやら大変な騒ぎとなった。一日によりごりと歩いて長崎出発以来44日目の4月26日に京都に到着した。すぐに京都上下院に収容され、3日後中帝上皇の御覧に入れた。上皇は喜び、時しあらば人の苦になるけだものも今日ここの絵に見るぞ嬉しきと読まれた。翌29日京都出発、5月25日江戸到着、浜御殿の象舎に入った。江戸の人気は京都以上に高まり沿道黒山の群衆を驚かした。27日江戸城内に引き入れられ、将軍吉宗は諸大名とともに象見物。象は曲芸を演じて愛嬌を振りまき一同カンカンの声を上げたという。しかし一日の食料が当米8升、あんなし饅頭50、だいだい50、新藁200斤、笹の葉50斤、草1000斤というので幕府も持て余し、郊外中野村に象舎を作って移したが、それから14日目に死亡した。死因は今日でいう栄養失調。後文化13年1813年将軍家斉の時代に出島のカピタンヘンドリップ道夫がまた将軍家象の献上を申し出たが、その義に及ばずと言って謝絶した。前例もあり幕府の役人も懲りて増談のごとと言ったかもしれない。